19歳の頃にアルバイト先の居酒屋さんで6歳上のその時25歳だった人を好きになった思い出があります。で、まあ、結構周りの人から彼は遊んでるって話を聞いていたんですけど、まあ、すごく仕事ができて私にもいろいろ教えてくれて、19歳の若い女子大生にとってみたらすごいかっこいい存在で、まあ、ちょっと気になっていっちゃいました。でその時に彼も私のことを、まあ、気になってくれていて、まあ、プライベートで例えば映画を見に行ったりとかサッカー見に行ったりとかそういう風な2人で遊ぶような関係になったんですけど、ちょっとしてから一人暮らしのお家に遊びに行って本当にこう綺麗におしゃれにしていて、この人の一人暮らしってこんな感じなんだってすごいドキドキしたのを覚えています。で、まあ、そんな私の様子を見ていたバイト先の友達がある日ハマる前に教えてあげるよってことで、実は彼女いるんだよ、あの人彼女いるんだよっていうのを聞かされて、ありえないと思って彼を呼び出し、いるんでしょって問い詰めたら、まあ、その告白とかはしてないし付き合う付き合わない約束はしてないから彼女じゃないっていうなんか意味わかんない理由を言われて、でもよくよく聞いてみたらもう彼女でもう3年ぐらい付き合ってるって話を聞いて、もう頭にきてその場を走って帰りました。ただやっぱり好きだったのでその傷をちょっと地元の友達と温泉旅行に行って癒すなっていう切ない思い出があります。